公認会計士税理士の白山です。静岡市駿河区で会計事務所の代表を務めております。今回は最近近所付き合いが少なくなってますよねということをお話ししたいと思いますけども、なぜかというと私は Amazon とか、インターネットで、いろんな通販で買うことが多いんですが毎回宅配便の男性の方が届けてきていただきます。で私がいるときはいいんですけどもいないと不在通知が入っているというのは、よく皆さんもよく経験されることかなと思います。で思ったんですけどももう何十年も前私が子供の頃ですので30年とか40年ぐらい前はそういうお届け物があるとですね両隣の近所の方にお預けして、後その家の方が帰ってきたら渡してもらうみたいなことも昔はよくあったよなと思います。で今はそういうことはもうほぼ全くなくて今特に私賃貸マンション住まいで両隣上下左右の方ともそんなにお付き合いはない浅草程度ですので荷物を預かっていただくということはですねまず考えられないですね。ですので宅配便の男性に不在通知を見たらまた再配送してくださいみたいなことをやるわけですがこれが昔だったら30年とか40年ぐらい前だったらご近所の方に預かってもらってその方が夜届けてくれるみたいなことがあれが普通にあったんだけどいつからなくなっちゃったんだろうなみたいなことを感じました。また現代の仕組みだとそういうことも難しいのかもしれないですけども古き良き時代というんでしょうかねそこまで古くないかもしれないんですがそういう時代も、あれはあれで良かったんだよなというようなことを思いましたので動画に残して